よろししくお願いいいたしますはい、イギリスのヘンリー王子の妻メーガン氏が王室内で人種差別的な扱いをされたと告白をしました今回のこのニュース報道先生はどのようにご覧になっていらっしゃるでしょうか <laughs> そうですねまあ,あそうですね、まあ、私の考えはですね えー、またしてもマスコミのですね罠に引っかかったかということですね、えー、まあ具体的にはですね、えー、ヘンリー王子のお兄さんですかあウィリアム王子さんという方がいらっしゃいまして、えーまあ、ヘンリー王子それからメーガン妃ですね の間に生まれるお子さんのですね、肌の色について、関心があるような発言があったと言うんですね、それを盾にとって、縦にとったのはメーガンさんじゃないですよ、そういうことがあったとメーガンさんが言ったことを盾にとったマスコミがですね、 えイギリスの皇室内にこの人種差別をする人がいるということで,で、これを大々的に報道すると、そうすると、ウィリアム王子、つまりその肌の色を気にしたお兄さんのほうは、冗談じゃないとそんな差別なんかしてませんし。 イギリスの皇室内にそういう差別はありませんあ、区別そういう差別はありませんよということをまたその発表したもんですから、またこれがですね、火をつけて騒ぎになるということなんですね。 えーまあ、あマスコミの騒ぎを聞いてるとですね、えー、そんな生まれてくる自分の子供の肌の色まで気にされるようじゃです、ねえー、そんなとこには住めないだから我々はアメリカに住むんだと言わんばかりのです、ねえー、ことをとうとうと書いてですね、えーまあ、メーガン妃のまあ,あ 一部の発言だけをですね取って、それを重ねていくと、ですねいかにも人種差別されるくらいなら、自由なアメリカで住みたいというふうに、マスコミが論調を持っていくわけですね、それでどんどん対抗をたたくということで、世界中にですねイギリスの皇室は人種差別だという、ですねまさにスキャンダルを振りまいていると。 まあおかげでタブライド版ですか、そういう程度の低い新聞とか、程度の低いテレビ、テレビの視聴率上がって、また雑誌はよく売れるんでしょうけども、あああよくこれが現代のですね、程度の低いマスコミのやることなんですよ。私もメーガンさんも同じで、メーガンさん黒人で。 アメリカで育ってですねアメリカの映画俳優さんまでやられた方ですよまあ私も30年以上アメリカに住んでますからアメリカの、まあ、隅から隅まで裏から表から知ってますよで、えー、こと人種差別について言うならですね えー、メーガンさんぐらいですね、アメリカの人種差別をよく知っている方はいないんじゃないですか、もちろん経験もされて、まあ、私と同じ意見だと思いますよ、私はアメリカは世界一の人種差別国家だと、これ以上悪い程度の悪い国はないというふうに私、確信してますからね、30年も生活しましたし。 えー、メーガンさんもアメリカで,です、ね、女優さんをやられてです、ね、どれだけ人種差別を受けたかもう身にしみるほどご本人はご存じのはずですよその方がですね <laughs> 英国からです、ね、人種差別のないアメリカに行って住むんだなんて、まあ、マスコミはそんな調子で書いてますけどもとんだあ、まあ、私に言わせればで,す、ね、でっち上げ記事だと。 でっち上げ報道だと思いますねつまりこういうふうにしてですね、えー、ことが英国の権威あるおごそかな皇、ね、室ですから皇室そして人種差別とこうやるとですねこれ受けるわけですよ、ね、ですからまあ森元総理大臣じゃありませんけども おやはり皇室の一員になられてもですねまた皇室をお辞めになってもですね、えー、ちょっとした言葉を捉えられてですね、えー、今のようなふうに持っていかれてしまうということなんですね、えー、まあ私としてみればですねまあ,あ まあ、程度の低いマスコミっていうのはこういうもんなんですよ。とは言いながらですね、こういう程度の低いマスコミほど受けるんですよ、視聴率も高いし、高読層、うん、も広いんですね、えー、タブロイド版の新聞を出して、メーガンさんの写真をばーンと一面にっけると、ですね飛ぶように揺れるわけですよ。 雑誌も表紙に載せれば飛ぶように売れる、えー、テレビでもですね、えー、イギリス皇室の人種差別なんつってです、ね、やるとです、ね、視聴率がドーンと上がるわけですよ。ね、で決して悪いことじゃないですよこれでまた一般国民一般視聴者聴衆もですね、えー、普段はあ見ないテレビを見たりですね普段は買わない新聞買ったりですね、えー、して、えー、まあ何て言うんでしょうか 世界というか世間というかの騒ぎに関心を持つことになるんですからまあそれがいいか悪いかは分かりませんがえまあ人騒ぎするわけですねまあそんなことが日々この起こってるんだというふうにですねまあ我々日本人は賢明なる日本人は冷静にしてですねえこういった世界の動きはですね また始まったわいと言って、えー、まあ微笑みを持ってですね、えー、眺めるぐらいのまあ,あ <coughs> 国民になりたいもんですね、えー、一緒になってですね、えー、みんなが赤くなったり青くなったりするとですね一緒になって、えー、不払いのあるいは一喜一憂ということにならないで常に一歩下がって <laughs> まあまあイギリスも飛んだ被害に遭いましたねとお気の毒にというぐらいな気持ちにですね我々はならなきゃいけないんじゃないかなというふうに思っております増 <laughs> 田先生ありがとうございますはい <laughs> この番組では増田俊夫先生の質問を募集しています ラジオ盛岡の送信フォームよりお送りください松田敏夫の坂手で勝つ日本復興のために